韓国第20代大統領選挙の候補別得票率の予測において、野党国民の力のユン・ソンニョル候補が与党共に民主党のイ・ジェミョン候補を上回るという結果が出た。ただ、野党が一本化される前の基準で算定した予測値であるため、残りの期間に変化が起きる可能性が高いとみられる。世論調査機関の韓国ギャロップは、先月28日から今月2日まで全国の満18歳以上の有権者1002人を対象に大統領候補の支持度を調査した結果、イ候補を選んだ回答者は 39% でリ候補を上回り、1週間で再び逆転したことが確認されたと、4日明らかにした。この期間、イ候補は 2% 上昇しリ候補は変動がなかった。野党一本化の前の調査であるため、調査対象に含まれた野党国民の党のアンチョルス候補は変動なく 12% の支持率を、野党正義党のシム・サンジョン候補は 1% 下落した 3% を記録した。韓国ギャロップの関係者は、2週連続で2もの接戦の構図となった。ただ、今回の調査が終了した後にヤス候補イ候補の一本化が決まり、残りの期間の変化を予測するのは難しくなったと説明した。韓国ギャロップはこうした世論調査の結果に予想投票率、留保層の投票確率などの変数を含め、予想得票率を算出した。その結果、イ候補は 43.4% の得票率でリ候補に勝利を収めると予想された。ヤス候補は 10.9%、ジン候補は 3.4% の得票率を記録するものと予想された。韓国ギャロップの関係者は、世論調査の単純集計を実際の選挙得票率と直接比べてはいけないとし、世論調査には有権者全体、すなわち投票する人と投票しない人の意見が混ざっている。実際の選挙得票率は投票した有権者の選択だ。よって調査結果に基づいて予想得票率を算出するならば、意見留保層の配分、投票率の過重処理が必要だと説明した。この予想得票率の数値を見ると、イ候補はソウルでは 50% の得票率でリ候補を大きく上回るとみられ、テグキョンブクでも高い得票率を得るものと予想された。リ候補はキャンジュチョルラ地域で 79% の高い得票率を記録した。インチョンキョンギとチュンチョン、プサンウルサンキョンナム地域は接戦となった。年齢別では、イ候補が20代と60代、70代以上で優位となり、立候補は40代、50代で高い支持を得た。30代では異候補と立候補の割合がそれぞれ 37%、41% と接戦となった。